およそ5000個のメダルに必要な金銀銅が集まりました。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会は今日、メダルに必要な金属を 100% 確保した記念に、回収に協力した企業などに盾を贈りました。この盾は、実際にオリンピックで使われるメダルをくり抜いた銀の素材でできています。組織委員会は2017年4月から、使わなくなった携帯電話やノートパソコンなどを回収し、金銀銅を取り出してメダルを作るプロジェクトを進めていました。